はいどうもこんにちはクレイです。ということで今回はアニバーサリー第2弾ガチャ追加ガチャ回やっていきたいと思います。はい、というわけでございまして、アニバーサリー第2弾ね、昨日から登場になっておりまして、もう早速ね、昨日1本の動画アップしておりまして、これが2本目になっているかなと思うんですが、まあ昨日予告してた通りね、今日は確定分の60連目から追加ガチャ回の方やっていきたいと思います。でまずちょっと、昨日ですね、生放送の方で累計を終わらせてきましたので、まあそちらについての若干の振り返りっていう部分と、あとはこのアニバーサリー第2弾こっからどれぐらい回すのかっていう話、こっからのオーダーの狙いの話ですね、若干さらっとだけやってで、ガチャの方をね、もう早速やっていきたいと思います。まあ正直ちょっと今回ね、何連回すかっていうところ自分でも決めてなくて、まあ本当に展開次第かなっていう感じであるんですが、まあ第1弾ちょっと渋かった分ね、第2弾しっかり神引きしていきたいと思います。ということで早速本編やっていきましょう。さあ、ということでございまして、スターロードですね、はい、こちら終わらせてきました。昨日生放送たくさんのご視聴ありがとうございましたというところで、130万ポイントですね、こちらまで回収を達成してきました。まあぜひ生放送まだ見てないよという方、まあ細かいやり方とかに関してはね、どんな感じで進めたのかっていうところ、ぜひ見ていただければと思うんですが、まず野手に関しては弾道グラウンダー低弾道の選手8人一気に終わらせました。まあこれやっぱりボーナスが大きいので、打率がそこまで高くなくても10万超えは絶対いけるっていうね感じになっておりますと。で、逆に投手に関しては抑えのピッチャーで先発の適性を持ってる選手たちですね、ここを先発で使って、ポイントを荒稼ぎしておりました。まあこれ若干差が出ちゃってるんですけど、まあこのボーナスが出てる間に関してはかなりポイントを稼げるのかなと思うんで、おすすめしております。まあ、あとスターロードで言ったら、イベントのオーダーで育成オーダーにすることを忘れないことかな。基本的にスターロードは、ある程度育成ができますので、まあ野手に関してはね、投手操作するときとかガチガチに守備陣固めてもいいかなと思うんですが、まあできる限り育成オーダーでやるのがいいのかなっていう感じですね。はい、まあスターロードに関しては以上でございますと。でまあ結果的にちょっとネタバレになってしまうんですが、累計の方では吉田正尚選手ですね、はい、ここを獲得することに成功しました。で今育成をね、もう早速進めているっていう感じなんですが、じゃあここから誰が狙いかっていう話で、またちょっとパリーグオーダーの話ですね。はい、昨日も若干さらっとお見せしたんですが、改めてパリーグオーダーこんな感じになる予測になっております。まあ今獲得した吉田正尚選手が一応レフトに、そのままね、通常の吉田正尚選手になってたところに入ってくると。でまあ投手陣に関してはこんな感じです。はい、まあ昨日手に入れた涌井選手ですね、はい、ここが入ってきて、あと狙い的には宮西選手かな。はい、パリーグのオーダーのアニバーサリー第2弾で出ている今回の狙いの中で言うと、やっぱり宮西選手が筆頭に上がるかなと思います。で逆に野手に関しては森友哉選手ですね、はい、ここを絶対切り替えたいので、まあそこが、ピンポイントでの補強という感じになるかなと思います。まあちょっとね、最強決定戦がもう月曜日からかな、次の月曜日から開幕というところで育成が本当にしんどいんですけど、まあできる限りちょっと頑張って、間に合わせたいなと、開幕に間に合わせたいなと思ってますので、ここでねしっかりと神引きしていきたいなと思います。はい、ってことでございまして、一応改めて整理をしておきますと、ここまでの獲得選手が涌井選手、吉田正尚選手、大野雄大選手ですね。はい、この3選手が手に入っている状況です。で、ここからガチャの方を回していくんですけども、まず最初60連目ですね、自チームのアニバーサリープレイヤー1人確定の部分は、まあそうだな、一応ここはもう佐野選手でいきましょうか。これはさすがに絶対に取り逃せないので、うん、まあここは取りに行こうかなと思います。まあ本当は自チーム確定じゃなくてね、ピンポイントでなんか普通にガチャで引けたらすごい熱いなっていう感じであるんですけど、まあでもちょっとここで取らないわけにはいかないんでね、うん、さすがにここは自チーム佐野選手で、自チーム佐野選手ではない、自チーム DNA 佐野選手でいきたいと思います。じゃあ行きましょう、まず60連目からお願いします。今回の10連目合計60連目ですね。一応エナジー的には100連分は用意してきたんですが、まあちょっと結果次第ではもしかしたらまたね、さらに追加回しやっていくかもしれません。ちなみにただいまのちなみにただいまの撮影時刻は朝の6時33分でございます。はい、朝から幸子ありがとうございます。さあ2枚目千賀選手の絵いいね。そっちにしてもやっぱ自チーム確定のとこなんで、うん、自チーム確定の時あれが出る確率がアップしてるのかもしれませんね、といったところで佐野選手の S ラン OK ありがとうございます。いや本当は地引きしてねガッツポーズしたかったんですけども、まあまあ確定でもこれは良しでしょうということで、佐野選手ありがとうございます。さあ70連目いきましょう。まあまあここは確定のみでしたけれども、とりあえずこっからが大事よ、こっからが大事。まあ前回第1弾はね、里崎さんとコラボさせていただきましたけれども、まあ 50% の壁、 S ランク自体はまあまあ引けたんですけどね、確率以上に引けたかなっていう感じではあったんですが、まあちょっと 50% アニバーサリーという引きがなかなか渋かったので取り返していきたいっていう感じなんですけど、渋いですね。ちなみに昨日里崎さんの動画もアップされてたんで僕も見させてもらったんですけど、めちゃめちゃ神引きしてましたね。うん、確定誰が出たかはちょっと、言わないでおきますけれども、確定以外でかなりの枚数アニバーサリー引かれてたので、いやちょっとマジで僕もこれは負けられないと、別に今回対決してるわけじゃないんですけど負けられないなってことで、
引いていこうかなと思います。ちょっと自チーム変えときます。はい、まあ相手の自チームちょっとね演出を楽しむためにセーブでいきたいと思います。森友哉選手いきたいな。さあ行きましょう、お願いします。まず森選手からかな、優先順位的には。まあでも宮西選手も欲しいな。森選手、宮西選手が今現状僕の中では優先度が高いです。さああと12球団オーダーで替えが効かないところは、それこそ山田選手とかに関しては今そんなにねあんまり困ってないというか、ヤクルトの部分に関しても、セレクションのバレンティン選手一応持ってたりとか、まあ、今後また OB で強い選手出てきたりっていうところもありそうなので、おーって言ってたら山田さん来た。まあまあっていう感じではあるんですけども、おお、メヒア選手今最後連チャンでしたね。 B からの A 格上げ。まあでもやっぱ大野さんが引けたのがとりあえずでかかったかな。あとはやっぱ西さんかな、西選手ちょっと引きたさはありますね。のでまあとりあえず最低限今回森選手、宮西選手、西選手、この3人が引けたらまあまあよしかなっていう感じではある。いきましょう。ただ今ここまではミキサーにできるような S ランクも7枚もアニバーサリーに関してはないので、まあとにかくアニバーサリーですね。 S ランクまず引いてアニバーサリー 50% に勝ちたい。お願いします、頼む。いやー、まず演出見たいよ。これが今回の30連目かな。さあお願いします。まず1枚にっこり。いやー、いかんか。いやー、ちょっとスターロードもねかなり、結局生放送4時間ぐらいやってたのかな、トータルで4時間ぐらい、ね、かかってなんとか累計終わらせたんですけど、あれ結構しんどいっすからね。できる限りちょっと早めに、まあ僕は今回まとめてやりましたけど、全回復で終わらせようと思ってる方もできる限りスタミナ漏らさずにね頑張ってやっていただいて、まあ最後まとめてやるとかなりしんどいんで、計画的に進めてもらえるといいのかなと思います。さあ緑は行くんよな今日。緑は行ってる。マジ？ちょっと確定以降急に寂しくなってきてるよ。まず飛んで、まず飛んで、よし、からのにっこり。なんか来そうな気がする。あれ、気がするとは。まあ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 、いいでしょう。さあ、アニバの A もなんか2段はそんなに引けてないですね。はい、ドン。中島選手ね、まあよしでしょう。まあ、巨人ね昨日優勝決まりましたけど、中島選手代打で出て2安打だったかな。最終回サヨナラのチャンスメイクもねしてましたけれども、9回裏のチャンスメイクもしてましたけど、中島選手いいっすね。今年は本当にめちゃめちゃ良かったと思います。さあ、まあそれはさておき、まあでもちょっと巨人の優勝の決まり方ね、なかなかちょっとイレギュラーな感じでありましたが、おい飛んでくれよ。ビエイラ選手が最後ね、あの163キロインローをビタビタにバーンって決めたのがマジでかっこよかったな。さあって言ってたらなんかビエイラさんの影響さすがに来ないか。中山選手の絵、あざす。残り40年、早っ。マジか、もうこんなとこまで来ちゃった。70連目、マジで。ちょっと待って、 S ランク出てないよ確定以外。押し付き、まあ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 、さすがにそろそろ1枚出るっしょ。さすがにね、さすがに出るよね。うん、まず行く。もう一個行って。本当に？ちょっとすでに若干眠いテンション感でやってるから、今もうこれさらにテンション下がったら辛いよ。嘘でしょ。ちょっと待って、マジやばい。フィギュアスケートの選手みたい。さあ残り30連。ちょっと待って、マジでここまで S1 枚も出てないんだけど、なんでなんでこんなに沼ハマってんの。また2段も、これ嫌な予感しかしないよマジで。1段の嫌な記憶が蘇ってくる。なんなら1段よりひどいよこれ。 S ランク出てないんだもん。ちょっと待って、マジでやばい。飛ぶ、にっこり。嘘でしょ、本当に。ちょっと待って、マジで。言葉が出てこないよマジで。マジでしか出てこない。残り20連、500エナジーしかなくなった。嘘でしょ、2000エナジー溶かして確定の1枚のみ。それはやばい。しかもなんか1枚だけ最後に出たとしても、これすごい微妙な動画の雰囲気を頼むよマジで。嘘だよね、嘘って言って、お願い。ちょっと待って、ドン引いてるんだけど今。もはやなんか怒りとか悲しみとかでもなく、なんか引いてる自分で。あ、実質アニバの絵。ちょっと嘘でしょ、嘘って言ってくれ。待って、本当に見どころないこの動画。60連目の自チーム確定以降一切演出来てません。マジで言ってる？ちょっとこれどういう編集にしてるか、もしかしたら下手したらほぼ早回しみたいにしてる可能性もあるけど、まあいいや。とりあえずちょっと待って、ラスト、これで100連のエナジーは終わります。今回用意してきたエナジーマジで B と A に溶けただけなんだけど。佐野選手の確定まだ良かったよ。
え？ちょっと嘘でしょ、さすがに。さすがに嘘だと言ってくれ。はい、ってことでちょっとマジで本当に悲惨すぎる結果になってますけれども、とりあえずまず1万円入れてきましたよ。これでもう今回の動画にかかってるお金4万円です。いやでももうさすがに引けるでしょ。4万円かけて確定以外で1枚も出なかったらマジでやばいよ、うん、いやそれはいいよ、それはいいんだけどさ、こっからよ。はい、頼む。ちょっと待って、マジでアプリ再起動しようかな本当に。ちょ、これもうオカルトの世界だけど再起動した方がいいんじゃないこれ。ちょっと待って、マジで再起動してこよう。ちょ、これ再起動する。これもう何かがおかしい、狂ってる。わ、涌井さんの絵はいい。ってことでちょっと再起動してきました。再起動効果一発目で出してくれ。もうこれオカルトの世界だけど。てか今日の月出ない率やばくない？曇ってんのかな空。曇っちゃってますよね完全に。いやちょっとマジでひどい、本当にひどい。え、待って、むしろ悪化してねえか、大丈夫か、重症化してない？おい、頼むぞ。はい。え、ちょっと待って、これやばいって。コナミさん大丈夫ですかこれ、動画にしちゃって。これちょっとマジでやばくない？アニバーサリーとは、アニバーサリーってこんなんですか？フロスピエース5周年こんなもんですか？爆死フェスティバルになってますよ今これ本当に。お願いします。あーよかった。なんか月が出るだけでもなんでこんなホッとするんだろう。ここで別にホッとしても全く意味ないのに。頼むよ。え？え？いや嘘でしょ。はい、よーし来た。オッケー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 、よし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 。まあとりあえず1枚ね。ただこれアニバーサリーこっから引く確率 50% だからね。これで喜んじゃいけないんですよ、こっからなんですよ。いやでもとりあえずやっと来たわ。120連 S なしだったのかな今。ちょっともうカウントわかんないけど、まあいいや、行きましょう。はい、どこで来る。5枚目。おーし、オッケー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 。まあピンポイント狙いのところではなかったですけど、まあ千賀選手オッケー、アニバーサリー 50% 引いたね。いやーよかった。オッケー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 。いやなんかもうもはやこんなに埋まりすぎたせいで、なんか千賀さん出たのにテンション低かったわ今。自分でもなんか思ったよりいい反応できなくてちょっとショックだわ。いやでもちょ、もう1枚引いてもよくない？ガンケル。まあでもよかった、やっととりあえず1枚出たわ。いやきっとこれあれだよね、こっからきっと出始めるやつだよね、さすがにね。ってことで課金してきます。はい、ってことでね、また1万円の方足してきました。さすがにこっからきっと出始めるんでしょね。今までの闇はこっから最後30連で全て引くためのものだったんですよ、そういうことだと信じてます。ということでいきましょう。もうこれ30連でさすがに終わるわ今回の動画。もうさすがに多分長くなってるし、いきます。さあお願いします、マジで朝6時47分の奇跡を起こそう。頼む。え？あんだけ沼見せられてまた演出見れないのこれ。いや大丈夫だよね、いけるよね。笑え。いやラスト20でいっぱい出るんだよきっと。4枚ぐらい引くんでしょ。うん、いいよ、月からの調子くんレッツゴー。いいよ。はい、もう一個。ちょっとこれマジで閲覧注意よ、これ閲覧注意ってタイトルにつけないといけないやつよこれ。来た、これは来た。おっしゃー、なんか分かった今。はい、1枚目。うわー、うそー。おい、もうね、すいません言葉出ません。ちょっと本気で今1秒だけプロスピマジでやめたくなりましたね。うん、マジで。なんでかっていうと、宮崎選手アニバで取ってんすよ一段で。これ最大級の煽りでしょマジで。いやー、もういい、もうどんな結果だれ、もうさすがにこれもう最後この10連で終わります。もうちょっと心が折れた。いきます。いいよ、最後の最後見せてくれよ、最後の最後見せてくれ、頼む、お願いします。何も喋りません、ラストの最後の10連。もう演出が何が出ようと、もう何も祈りません、もう無心でいきます。皆さんご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録お願いします。
来た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 、ほらやっぱ最後の最後に S のね、 S の 2.5% の確率は来るんよ。やっぱ寄り戻しは来る。スタートは 50% よ。とりあえずまず 50% な。頼むぞ。どこで来る、どこで来る。じらすじらすね。8ラストかな、9ラストだ。これが正真正銘ラスト。まあここで終わりましょう。もうさすがにね、今回もご視聴いただきありがとうございました。最後に出るのは誰か、お願いします。ガイッ。